カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい。ヒカクラパート199。今回はいよいよ、次回パート200で戦うウィザーの最終準備をしたいと思います。で、まずその前に、後ろにいるクリーパー、倒さないと。あれね、ボートエレベーターのとこにすっぽり湧いちゃってるんだよね、あれ。いやー、怖い怖い。ちょっとね、このスーパー最強の弓でぶっ放したいと思います。あれ、ウィザーだと思ってね。練習だ、練習だ。射撃ダメージ増加5だからな。一撃なんじゃない？これもしかしたら。行くぜ！ふわっ！え、あ、ふ、あ、う、お、い、う、え、おー、ポン！オッケー。あ、ちょうど火薬欲しかったんで、ありがとう。てか、ボートが、すげえ、弓矢ってボート壊せるんだね。よし、それでは作っていきましょうか。で、さっきまでね、クリーパー倒しまくってこれ集めたんですよ、火薬。ね、前、TNT キャノンで僕全部火薬使っちゃって、もう火薬なかったんですよ。さてと、じゃあ作っていきましょうか、ポーションの方をね。あと、牛乳とかもいるからな。で、なんかね、結構なんかあんだよね。これなんだろう。あ、チューのスプラッシュポーション。そう、今回作るのが、僕結構もうメモったんですけど、このね、チューのスプラッシュポーションを10本くらい作りたいのと、再生ポーションも作りたいんですよね。僕作ったこと多分ないんですけど、ガストの涙使うっぽいんですよ。あとは、力のポーションですね。で、全部できるだけグローストーンを合成して、短時間だけど効果がこう強いものにした方がウィザーになんか有効なんじゃないかなと思って、レッドストーンでね、時間延長するんじゃなくて、グローストーンの方でいきたいと思います。だから今回は、レッドストーンの効果でね、時間を延長するんじゃなくて、もう、パワーでいきたいと思います。まあ、あとは予備装備とか、あと、アイアンゴーレム、スノーゴーレムいらないかもしれないけど、なんかいた方が心強いかなと思って、スノーゴーレム、アイアンゴーレムとかもね、準備したいと思います。さあ、行きましょう。まずは、奇妙なポーションはないのかな？じゃあ、奇妙なポーションから、ちょっと地道に作るか。相当いっぱい作んなきゃいけないから、嬉しいことに水入り瓶はいっぱいあったんで、じゃあ、まずは、水を設置して、ネザーウォート設置しますか。いやー、地道な作業だぜ。まあ、次回だからね、もうね。あ、そういえばですね、僕前回ミスったこと言ってたんですけど、というか知らなかったんですけど、ウィザーは、この PC 版マインクラフトでは、同時に、なんかね、2体までしか出せないっぽいんですよね。でも不思議だよね。2体はいいんだ、みたいな。もしかしたら神様がね、3体だと即死するぞー。って感じに僕を助けてくれたのかもしれませんね。まあ、というかマインクラフトのルールですね。じゃあ行きましょう。だから2体だったらいけんじゃないかな。ただね、ウィザーの攻撃が2体とも全部僕に集中したら多分ね、再生のポーションとか飲んでても最強の防具着ててもちょっと厳しい気はするんで、まあ、ゴーレムとかにも頼りながらね、みんなの力で倒したいと思います。はい、奇妙なポーション。あと他の準備もしたいね。ちょっと無駄なもん預けたりして。あ、そういえばちょうど経験値溜まってるからそう。ブーツをね、こっちからダメージ軽減にちょっと作り替えたいんですよ。あ、こっちこっち。もうダメージ軽減これエンチャントしたんですけど、あと耐久力だけエンチャントね。経験値足りなくてできてなかったんで。よし、これで完璧だね。ダメージ軽減4、2つと、爆発再生4、2つの防具になりましたね。4V で。オッケー！完璧装備完了。これで OK ですね。はい、上からダメージ軽減4、爆発耐性4、爆発耐性4、ダメージ軽減4、完璧。どうせ奇妙なポーションから使うからね、今後もガンガン作っておきましょう。てか醸造台本当はもう一個作れば早いんだよね。あとはベッド。あ、ベッドもないの、うちは。うちってベッドもないの、予備の。作っちゃいましょう。大体僕はこの茶色。茶色あんま使わないよね、みたいな。はい、これはね、もしかしたら、この世で寝る最後のベッドかもしれん。とか言わないで。勝ちますから大丈夫です。あと、あれか、牛乳を10杯くらいちょっと用意したいんですけど、バケツが足んねえな、今度は。バケツ1杯に、牛乳1杯しか汲めないよね、それはもちろん。瓶じゃないよね、あれね。なんで瓶、ねえ、なんで瓶ダメなんだろうね。牛乳瓶に移し替えらんないのかね。てか牛乳とかもう牛からもらうのどんくらい久々だろう。そう、ウィザーから攻撃されると
ウィザースケルトンと一緒で、ハートが黒くなって、どれくらい今、何ハートが減ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。見えづらくて。よ。おぉ！てかこれ無限に組めるんだな。あ、簡単。要するにバケツがいっぱいあればいいってことだな。ねえ、普段牛乳って飲まんからね。現実ではいっぱい飲んでるけど。マイクラの世界では牛乳飲まないから。よいしょ。ちょっと、ビニールハウスの中に、確か、バケツちゃんが、あ、ここにも火薬あんじゃん。せっかく取ったのに、あー、バケツあった、いっぱい。オッケー。いや、なんかね、もう今から緊張しちゃってね、どうしようもないんですよね。いやー、ほんとに。瞬殺されるか瞬殺するかな気がするんですけど、いや、いい勝負ができたらいいね。てか、エンダーチェスト使った方がいいね、多分。うちょっとこれどうにかしないと。ちょっと一回奇妙なポーションは、あ、まあこの辺預けて、エンダーチェスト中身空にして、んで、エンダーチェストに入れて持ってった方が一発で持っていけるよね。いい本たちはここ。一番上のね、この棚がいい本なんで全部。いい本ばっかり。よし。それでは、牛乳はね、ここに入れときましょう。オッケー。で、ベッドもまあ入れとこっか。縦。まあ牛乳も10杯も飲まないんだよね。そんな時間ねえよって話なんだよね、多分。ほら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 。ありがとうございます。牛乳泥棒みたいだね。もはや牛乳泥棒だ、これ。まあ、ただウィザー状態、黒いハートになった時って本当にゼロまで行くんだよね、あれ。そう。残り1個とかで止まんないで結構ゼロまで行ってやられちゃった。牛乳はありすぎだろ、これ。ちょっと待って。ありすぎ、ありすぎ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まあ、10個も絶対いらないけど10個にしとこうか。まあ、一応ポーションの一種ということでここに入れとこう。なんか綺麗だな、このチェストの中。暗視。万が一破壊されて松明全部取れた時のために暗視1個持っとこうか。で、治癒のスプラッシュはもう持ってくでしょ。よし、奇妙なポーション作っていきましょう。いよいよ。じゃあまずは回復だよね。回復だからスイカと金塊だっけ。スイカと金塊で、まあ金ごとでいっか、とりあえずね。これでこれにして何個くらいあればいいんだろう。よいしょ。ほい。まあ3個あれば9本ってことかな。よいしょ。こんな入念に今まで多分アイテム揃えた人いないんじゃないかな。ここまでビビるやつはいないと思うんですけど、それでいいんだ。これで、きらめくスイカで、まず治癒のポーション作っていきます。オッケー、治癒のポーション。で、ここに、スプラッシュとグローストーンか。だよね。スプラッシュとグローストーン。グローストーンってここだっけ？あれ？グローストーンここか。あ、あったあったあった。グローストーンダスト。と、火薬でいいんだよね。クリーパーのね。ここにグローストーンダスト。あー、いった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 。で、作戦としては、まず、戦いに挑むも直前に再生のポーションを飲んで、食らってもハートが勝手にフイーって増えていく状態にした上で突っ込んでいくと。で、食らったら、飲んでる時間ないんでね、もう、ウィザーすっごいスピードで攻撃してくるから。だから、スプラッシュ化する、必要があるんではないかと。これですね。手間のかかるポーションだぜ。あとは予備装備も必要なんだよね。てかこれ醸造台もう一個作ろう。なんで今まで醸造台もう一個作んなかったんだろう。丸石だよね。丸石とブレイズロッディ。うわ、こんなにあんじゃん、ブレイズロッド。そういえば。もう醸造台だらけにできんじゃん、もう。これでいいんだよね。あ、超簡単じゃん、これ。なんでもっと早くしなかったんだろう。じゃあ、ここに置いちゃおうか。ほい。あと、ブレイズパウダー。ブレイズパウダーがなんかね、アップデートされてから必要になっちゃったんだよね、これね。この左上にね、ここ。よし。あ、これが完璧系ですね。治癒のスプラッシュポーション即時回復2。さあ、奇妙なポーションでキラメクスイカガンガン作っていきます。こっちもキラメクスイカ。オッケーオッケーオッケー。出来上がったやつここに入れていこう。治癒のスプラッシュ2、即時回復2、即時回復2。オッケー。とりあえず、治癒のポーションはできましたね。10本。1個だけね、ちょっと即時回復2じゃないんだけど、まあまあいいでしょう。10本あればいいでしょう。で、お次は、力のポーション。あ、
あれ行ってみよっか。再生のポーション。僕作ったこと多分ないんですけど、ガストの涙を使うんで、こんな持ってんだよ、ガストの涙。まあ、3本くらいあればいいと思うんだよね、多分。そんな長期戦にならないと思うんで。ガストの涙上に置いて奇妙なポーションでいいのかな。おー、ちょっとワクワクするね、これ。これは、もう、なんだろう、自分で、チューのポーションみたいに飲んだ時とか、スプラッシュでパリンって浴びた時にポコンって増えるんじゃなくて、なんかね、一定時間ずっと増え続けるみたいなやつなんだよね。おお、再生のポーション。あ、45秒なんだ。短っ。これにグローストーンやるともっと短くなっちゃうってこと？これ。大丈夫かしら、それ。ちょっと試してみる？ああ、これ大丈夫かな？まあ、いっか。ものは試しだ。ね。そんな長い時間ね、ゆっくり増えてってもね、やられちゃうからね。あれ、これも、これはスプラッシュしないで離れて飲んだ方がいいってことだよね、多分。うわ、22秒なの？ 22 秒しか回復しないの、これ。マジで？短っ。まあ、でもこれはね、もう突っ込む寸前に飲んでいく感じなんで、まあ、3本ありゃいいでしょ。うん。あとは力のポーションなんで、ブレイズパウダーだよね。奇妙なポーション、ブレイズパウダー。おー、来た来た来た。で、これもグローストーンだね。だから力のポーションと再生のポーション飲んでから突っ込んでいく感じですね。あ、3分なのが1分半になっちゃうんだな、これは。1分半って長いからね、めちゃくちゃ。これは3本ありゃいいな。オッケーオッケー。もう上出来です。あとはアイアンゴーレム。ん？アイアンゴーレムって1、2、3、4。4個使うのか。ってことはこれで2体分だから、11あれば。もう1体分あればいいってことか。あれ？ 4 で1体だよね。ってことは8。あ、あと1つこれ。鉄のこのブロックで。え、これでいいのかな？ 12 で3体。OK。あとはカボチャ持って。あれ？ 4 個しかない。あ、でもビニールハウスの方取り行こっか。よし！力のポーションが出来上がりました。これは飲んでから突っ込んでいくので。スプラッシュ化しなくていい。あ、もう入んないので持っていきましょう、これはね。ということで、もうポーション類は全部完成か。じゃあシルクタッチのツルハシでエンダーチェストを壊して持っていきましょう。あー、ドキドキする。で、あと雪ブロック、雪ブロック、スノーゴーレム作るからね。よし、オッケー。んで、あ、ちょっと寝ましょうか。オッケー。で、最後、今日絶対忘れちゃいけないのが、ウィザーと対戦する場所の直前で一回ベッドで寝たいんだよね。やられてもね、すぐそこから復帰できるようにしたいので。あー、いっぱい敵がいる。やだやだやだ。ヒュヒュン。あ、てか、斧持ってないんだよな、斧。なんで斧持ってないんだろう。おい、君たちがウィザーと戦うんだぞ。いいね。これ自分の農園で採れたカボチャに戦わせるんですよ。これが戦ってくれんだ。よかったよかった、作って。よし、オッケー。行きましょう。あ、あと予備装備。忘れてはいけない予備装備だな。できるだけ強そうなやつ。ね、僕、ウィザーちょっと戦ったことないんでわかんないんですけど、例えばやられちゃって、やられた時にこう、防具とか吹き飛んだ後に、爆発して全部消えちゃうのかなとか、ちょっとわかんないんで、一応ね、しっかりしていきたい。なんか、アンデッド特攻の剣ないかな。ダメージ増加4。これでも十分強いけどな。なんか強い剣あるよね。あった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 。これ強いじゃん。これでいこう。あと、一応サブの弓。どこだっけな？めっちゃ強い弓2本あるんで。これか。あった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 。強え。で、弓矢も2本あるから分けて使えば OK。さあ、行きましょう。ふぅ。緊張する。ちょっとお参りしていこう。抹茶の神に。抹茶の神様。気持ちいいくらいに勝てますように。あ、どっか行ってるし。よろしくお願いしますわ。さあ、行くぞ。怖いよ怖いよ。ほんと家の真下だからな、これ。よいしょ。怖い。ここで落っこして死んだとかなんないよね。怖い怖いよ。よし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 、こっちのこっちっすね。あー、怖い。で、ここ下がって、はい、ここが休憩地点。あそこで戦うから、ここに入れると。エンダーチェストをね、ちょっとここに置いといて、こっから取り出すと。オッケーオッケーオッケー。
よっこいしょ。で、牛乳。で、予備装備、予備弓。そう、斧も迷ったんですけど、やっぱりノックバックとかフレームがついてるんで、一応、剣にしようと思ってます。で、盾ですね。オッケーオッケー。レギンスやー。これでいっか。よし。あ、それではあれを持っていくか。なんだっけ、ソウルサンドだっけ。どこに入ってたっけ、あれ、サンド。ここ。あ、入ってる。ソウルサンドと、ウィザースケルトンの頭蓋骨。これです。気がつけば11個ももう持ってんだよね。だから6個でいいってことだね。2体しか出せないから。まあ、ダメ元で一応3体分持ってくか。ただね、3体分やって1体生まれなくて、爆発でこの頭蓋骨3個吹き飛んじゃうかもしれないんだよね。まあ一回一応物は試しに持ってってみるか。集めようと思えばね、集められるから。ちょうど夜だ。これでね、セッティングして、寝て、完全に準備完了だ。いや、怖えな。超怖えよ。行ってきまーす。わはー、行くぞー、チャーリア、ダイブが決まったぜ。間違えて生み出しちゃったなんてさ、大変だからね。慎重に行こう。これで予備防具とか全部入れた。よし。じゃあまずは、もう生み出す寸前の状態にしとこう。ね。もうこう、3つ並べておいときゃいいよね。これ壁にくっついてても大丈夫だよね、多分ね。こうだよね、確かね。あれ、これくっついててもいいのかな。ちょっと心配だから、こんな砂から生まれてくんのか、本当に。確かにこれ怖い柄してるもんな。こういうことだ。よし。あ、ちょうど幅ぴったり。あ、違う。こうか。ああ、怖え。ちょっと待って、これ間違えたら出てきちゃうよ、これ。やばい。これで、上側に置けんだよね。怖い。ああ、ここじゃない。あまりに怖さで。こんな簡単に生まれるんだ、これ。で、多分、どれか一個無駄になっちゃうかもしんないけど、まあ、別にいいんだ。できたー、怖えー、準備完了だ。で、あとは、アイアンゴーレムとかをすぐ生み出せるようにしたいので、アイアンゴーレム3体。よし。狭いなー。で、これでカボチャ置けばもうね、生まれるんで、このままにしときます。あとは、スノーゴーレムか。スノーゴーレムって、これだけでよかったよね、確か。2個重ねるだけでよかったから、くっついててもできんのかな、これ。まあ、一応離しておこっか。せんま。で、次回ここにね、まずこの味方を全部、作ったら、すぐにこっちを作ると。あー、怖え。じゃあ最後に持ち物をね、もう戦える状態にして寝ましょう。この辺預ける。一応、松明は持ってていいか。で、盾持って、で、じゃあ牛乳3個くらい持っとこっか。一応暗視1。で、力のポーション。はい。再生のポーション。はい。治癒のポーション。ごっつ！あ、で、シャベルとツルハシとかいらないじゃん。シャベルとツルハシいりません。よし！完璧ではなかろうか。オッケーかな。はあ、じゃあとりあえずベッド置いて寝ます。ああ怖いよ。おやすみ。大丈夫かな。はあ、はい、というわけで次回こっから挑みたいと思います。はあ、一生懸命頑張ります。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そしてもしよければ他の動画も、関連動画などからぜひぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。それでは次回パート200でお会いしましょう。バイ。